どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあお知らせでございます。2024年の9月、Gラボウクレレたちの、販売と予約スタートのお知らせでございます。いえいえ、明日でございます。9月の20日、金曜日のお昼ちょうどより Gラボウクレレたちすべてのモデル、在庫あるものは即発送、ないものはちょっと予約注文を受けたまわるということでございます。はい、皆さんチェックよろしくお願いします。で、先月お伝えさせていただいたように、今月よりちょっとですね、お値段の改定がございます。というのも、皆さんもご存知でしょうけど、この世界情勢というか、いろんなことでですね、いろいろこう、値上がりしております。で、ガズレレGラボでもですね、なんとかこう、踏ん張っておったんですけど、やっぱりもうどうしてもということで、でも、綿密にですね、その原価計算をもう徹底的に洗い出して、機種によってね、いろいろちょっと値上がり幅もちょっと違うんですけど、ガズの印象だと思ったより、上がらずに進めたかなっていうのがあります。なんでそこはね、ちょっとね、お見知りおきをということなんですけど、嬉しいお知らせとしては、ガズモデルとヴィンテージモデル、この2つのモデルに関してはですね、お値段、据え置きになっております。なんでですね、まあ、他のモデルはちょっとずつですけど、モデルによってその上昇率は違うんですけれども、上がっておりますが、もうその分ですね、その分と言っちゃなんだけれども、もう中身は、もう G ラボウクレレ、最強最高のウクレレ、お届けできると思いますので、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。いつものようにラインナップいっぱいありますよ。旅レレ、わがままウクレレ、薄レレ、ブラックビューティーモデル、ガズモデル、ヴィンテージシリーズ、いろいろその中でも、ソプラノとか、コンサートサイズとか、ピックアップがついてるついてないとか、まあまあそういうふうに、いろいろラインナップがあるんですけど、まあちょっとこんな感じでバーっと今言い忘れてるのもあるかもしれない。まあいろいろあります。カラーバリエーションもいろいろあります。詳しくは概要欄に貼ってある、ウクレレの販売ページでですね、どんなウクレレあるのかなって見ていただきたいんですけど、もちろんエレキウクレレ、G ソリッドもあるし、アンプもあります。G ボックス、ウクレレ専用高品質アンプ、こちらの方もね、スタートしていきますということでございます。あ、でちょっと言い忘れてました。G オーダー、セミオーダーウクレレもこれ大好評ですね。先日もちょっとこの続けざまにメイプルのセミオーダーのウクレレを、ご紹介 YouTube でご紹介させていただいたんですけど、セミオーダーウクレレこれがまあもう本当にすごい大好評なんです。世界で1本のウクレレがこうちょっとセレクトしてできるということでですね、これはいいですよ。本当に選び抜かれた木材と、もう本当にまあ当然ながら全てのウクレレね、ベトナム製造のモデルに関してはオールハンドメイド、オール単板ウクレレでございますからですね、チェックよろしくお願いします。こっちの方もね、そのページの方でご案内があります。はい、そして G ラボウクレレっていうのはですね、いろいろね選べる設定になっております。まずはですね、いろいろこうラインナップがある中でウクレレの大きさ、ソプラノサイズとかコンサートサイズとか、あとフレット、これフレットなんですけど、何フレットまで必要ですかとか、あとこのピックアップといってね、ここにこうコードケーブルを挿してアンプにつなげる、これをピックアップっていうのをね、つけますかつけませんかとかですね、まあいろいろ選べる設定になってます。あとこの薄レレと薄くないのみたいなのも選べるラインナップもあったりとかして、ちょっとこの辺のことですね、ちょっとよくわかんないなという方もいるかもしれませんので、この時間の、この動画のね最後の方にね、解説ガズが以前している動画を引っ付けとくんで見ていってください。はい、そしてですね、音色の方なんですけど、まあ普段ねガズレレがYouTube でレッスン動画で使ってるウクレレの音色とか雰囲気をちょっと見ていただけるとどんな感じかってわかると思うんですけど、以前ガズがですね、全てのウクレレのラインナップを試し弾きしてる、こういう再生リストがあるんですよ。これも概要欄に貼っとくんで、どんなウクレレ、このブラックビューティーモデルとかガズモデルでどんな音の差があるんだろうみたいな雰囲気をですね、この再生リストでちょっと体感していただければというふうに思います。概要欄にね、その URL 貼っとくんで見てください。今ね、ちょっとお伝えさせていただいているように、全国の楽器店さんでも G ラボのウクレレちょっとずつですけど取り扱ってくださってるお店も増えてまして、そこでですね、もう思ったよりもすごく楽器店さんのですね反応がもうよろしいというか、もう大絶賛いただいております。やっぱり楽器店さんが見てもね、なんかこの感覚すごいなって分かっていただけれて嬉しいなと思って、そういう意味でもですね、まあ、G ラボウクレレは広がっていって、こう皆さんのさらにね、いいウクレレを生み出して、
で行って、そしてまたそれがこう循環して、皆さんの笑顔に届けて届けられるようになって、そういういい循環にね入ってきてるのかなというふうに思います。全国にある取扱店舗さんも概要欄に貼っておくので、そっちもねもしチェックしていただければというふうに思います、はい、そしてご報告なんですけど、はい、ちょっと写真でシェアをしたいと思うんですけど、9月の7日8日にウクレレピクニックというイベントで G ラボのウクレレのショップが出展されました。皆さん、来ていただいた方ありがとうございます。かなりね、たくさんの方にご覧いただいて、お越しいただいてですね、タビレレの新しいモデルとかいろいろ試装していただいたようで、本当にありがとうございます。ガズはね大阪でのイベントがあったんでちょっと参加できなかったんですけど、またこのような機会もあるかもしれませんので、またよろしくお願いします。はい、一応整理しますと、2024年9月の20日金曜日のお昼ちょうどより G ラボ、ガズレレウクレレたちの、販売予約がスタートになります。ぜひ皆さん、チェックよろしくお願いします。詳細概要欄に貼っておきます。はい、そういうわけで今日はウクレレのご案内なんですけれども、はい、最後にこれ、11月11日ガズレレの日のイベントが名古屋で開催されます。11月11日といえば、弦が4本で、ウクレレの日というわけじゃなくてガズレレの日ということで勝手に制定しております。毎年イベントやってるんですけど、今年は初の名古屋開催、月曜日なんですよ。まあなんだけれども、これはかなり楽しいイベントになると思います。もうね、歌いまくりの、もうね、もうワイワイやりましょう。はい、他にもたくさんいろんな面白いコンテンツを用意してますんで、今からもうスケジュールの予定、シフトの調整とかしていただいて、名古屋に全国から集まってください。チケットも発売中です。結構ね、皆さん、チケットご購入いただいております。だんだん席も少なくなってきてるということなんですけど、ぜひ調整して会いに来てください。盛り上がりますよ。はい、そこでもね、 G ラボウクレレのね、展示販売あると思うんですけれどもですね、はい、そこもちょっとご案内させてください。よろしくお願いします。はい、そんな感じで、今月2024年9月の、G ラボウクレレの、販売予約のご案内のご案内でした。はい、じゃあこの後ですね、ウクレレどうやって選んだらいいかという動画貼っとくんで、ご興味ある方ちょっと見てみてください。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。これかなり選べる設定になってるんですよ。それでまずはですね、今言ったようなヴィンテージシリーズとかガズモデルとかそういうものっていうのは、ガズレレ公式ホームページの下の方にですね、このバナーがあるんですけど、そのバナーを見てもらうと詳しいそれぞれのモデルの解説があるんで、もうこっちを見てもらった方が早いかなと思うんですよね。で、そのそれぞれのモデルの中で選べる設定っていうのがあるんで、今からですねちょっとそれを説明していきたいと思います。まず最初にこの初めてウクレレというウクレレについてはフレットとかそういうのは選べないんですよ。ピックアップもなしです。で、唯一大きさだけ、これはソプラノサイズですけど、コンサートサイズがありますね。それと販売の時にAmazon とかでもこれも販売できるようになってるんです。チューナー付きのセットみたいなのも Amazon ではあったりとかしますね。ちょっとこれだけは、別モデルになっております。で、それ以外の G ラボのわがままウクレレとか初めてウクレレとかいろいろあるんですけど、ちょっとざっくりですけどね、そのモデルによってそれぞれ違うこともあるんですけど、説明していきたいと思います。まずですね、サイズの違いですね。はい、これは、薄レレ、同じ薄レレのモデルなんですけど大きさ違うでしょ。はい、コンサートサイズ、間違えた、ソプラノサイズ、コンサートサイズ、もう一個ちょっと大きめのテナーサイズっていうのがあります。ちょっと今ねガズの家にはないんですけど、こう3段階のセットで基調選べるようになってて、全てのモデルではないんですけど、一応ソプラノ、コンサート、テナーということであります。これをまず、認識していただいてもらって、あとボディの厚さっていうのがあります。まあ今見させてもらってるのはこれ薄レレといって相当薄いですよ。ちなみにですね、ここに普通の厚さのウクレレもあります。これブラックビューティーの普通の厚さ、これサンプルだったんですけど、見てください、こんだけ厚さが違うんですよ。これはレギュラーの厚さですね。この厚さもですね、皆さんのこのモデル選ばれるモデルによっては、厚さが選べるものもあります。そしてですね、このピックアップというのを説明しましょう。ここにジャックといって、これ穴があって、ここにね、コードを挿してアンプにつなげられるっていうモデルがあります。ちょっと値段高くなりますけど、いざという時にこのマイクっていうか、こうケーブルにつないでアンプで、PA 音響に、また、通せるよという機能をつけるかつけないか選べます。そしてですね、皆さんが気になるのはフレットの数が選べるっていうものがあるんですね。まあ、ほとんどこれフレットの選べるんですけど、見てください。普段よくガズが使ってるこれガズモデルですけど、これはですね、10、11、12フレット。12フレットのモデルなんですね。そうすると、ここに指板がこういう風になって、ガズはここでよく弾いてるよって言ってるんですけど、これが12フレットなんです。そして、片や、ちょっとこれ限定モデルでこの販売はないですけど、10周年記念モデルなんですけど、これ見てください。フレットはここまであるんでしょ？フレットの、これ、見てもらうと、フレットが、
あの、わかる？ギリギリまでフレットがあるのと、ね、ほら、全然違うじゃないですか。こっちは12フレットまでだけど、これはね、もっとあるんですよ。何フレットまであるかというと、16フレットまであります。はい。これ何が違うかというと、まあ、あの、高音の方が弾けるわけですね、こういうふうに。はい、ここを使いたいよという方、はい、これはソロウクレレとかなんかフレーズで上の方も使いたいなという人はフレットが打ってある方を選ぶといいと思います。まあ、ガズはですね、基本的にあんまり上の方の音を使わないというのと、あのここのね、木のここの指板の上でガズはこうストロークするのがすごくあのやりやすいんでね、あえてここにフレット打ってないと選んでるんですけど、これ選べるのが G ラボウクレレの特徴でございます。これいいですよね。あのプレイスタイルによって選べると、ざっくりですけどモデルによってね、ちょっといろいろ細かい違いはあるんですけど、どうやって選ぶかというと、概要欄に貼ってあるウクレレのね、詳しくはこちらみたいな、ホームページのトップページのこのバナーなんです。ここに行ってもらうと、そのモデル、例えばあのガズモデルだったりブラックビューティーをクリックすると、選ぶこうプルダウンの設定で選んでいくみたいなのがありますんでね。はい、そんな風になってます。あとね、あのセミオーダー、 G オーダーっていうセミオーダーがあるんですけど、こっちはですね、かなり自由度高く選べるようになってます。そして私わかんないなとか、どういうのがあるんだろう、わかんないという風に思う方、スタッフがですね、相談に乗りますんで、お気軽にですね、お問い合わせください。どんなあのお問い合わせ、あのプレイスタイルとか相談して、スタッフが皆さんに助言をすることができると思いますんで、まあまあ、あの知らないね、選べるって言ってもどんなのかわかんないって方もいらっしゃると思いますから、お気軽にあの相談していただければというふうに思います。 G オーダーはですね、もう本当ものすごい可能性があります。色ももう何十種類からも選べるようになってますからね。はい、そういうことがですね、まあさっきも言ったように、ガズレール公式ホームページのこの辺のところにずらっと並んでますんで、ちょっと一回よく見てもらってですね、ガズレレ G ラブのウクレレのことをちょっと知ってもらうと嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じで選べる喜びがあるのがね、この G ラブウクレレの素晴らしいところで、でも一個だけ、よう間違いないウクレレですから、もう最強最強最高のウクレレ、音がもう弾きやすさ、弦高の低さと、このプレイビリティの高さですね、めちゃめちゃいいです。一回弾いていただいた方はこのね、良さをもう分かっていただけたと思うんですけど、これ薄いんですよ。この薄さなのにこの鳴り、もちろん普通のレギュラーサイズのウクレレだったら、まあさらにふっくらした音が鳴るとか、まあいつもですね、あのガズレレ YouTube のレッスン動画でこのとろけるようなサウンドを、弾いていただけてると思うんですけども、本当にね、あのいい音です。よくなります。そして育てていき、いくウクレレなんですよ。ジーンズとかレザーみたいに使えば使うほどその人の色に染まっていって、やっと買った時よりもどんどん良くなってくるんですよ。いろんなこと、音も良くなってくるし、雰囲気も丸くなってきて、とろみが出てきて、なんか